インピーダンスとは何かということですね。これまあインピーダンス、これ普通 Z で表します。これはですね、いわゆる交流ですね、交流ですね、交流電流の阻止成分ですね。阻止成分です。まず1番としましてはですね、これは直流と同じですね、交流の、いいですね、電流阻止分ですね。これは直流と同じですね。直流と同じです。で2番目ですね、2番目がですね、交流の変動分ですね、脈流になりますんで、この変動成分ですね。これによって、ですね、電流のですね、そうですね、これ電源からのですね、電源ですね、電源電流ですね、電源電流に対してですね、逆方向ですね、逆方向に流れるですね、電流を発生すると。電流ですね、いわゆるこれ、電流の それから3番目ですね、これもやはりですね、交流の変動ですね、変動成分ですね、これは今度コンデンサーですね、コンデンサーによってですね、電源電流対して、ですね、より流れやすいと。流れやすいんです、今度はね。流れやすい成分のですね、逆数ですね。逆数です。逆数をですね、電流の、阻止成分ですね。こうですね。はい。したがってです。まずは、この2番目ですね。2番目の話をしていきます。まず右ネジの法則ですね。こう、そうですね。ちょっと変えてみましょうか。こう電線があったとしましょうかね、これ、電線ですな。で、電流がですね、電流をこういきましょうか。こうですね、
これが、電流としましょうか、ね、そうすると右ネジの法則で、こうですから、こうですね、こうなります。したがってこうですね、こうなりますね、これ時速がこうなります。こうね、下から見るとこう右方向ですね、ネジが締まる方向になるわけですね。それからこれがまあ一番ですな、どうだね、2番目にしましょうか。2番目にしたらですね、時速ですね、これがこうあったとします。左から右、それから電線がですね、ここにあったとこうしますとですね、そうすると、こちらですね、この時速をですね、打ち消すような方向の、電流がこの電線に流れるわけですね。そうすると、これをですね、左から右に行くのを後ろですよ、これね、後ろです、ごめんなさい、電線の後ろ側をですね、行く場合ですね、そうするとこれだから、これも後ろ側ですね、電線の後ろ側ですね、手前の方はまあ同じように、左から右でもいいんですけど、弱い時速はここですね、後ろの直近よりか前の方の直近はですね、同じ左から右にとってもこのファイよりか少し、弱いと、こう考えてもらっても結構ですし、逆のものが払ってると考えずにそう考えてもらった方が、楽やと思いますのでね、はい、そうするとですね、いわゆる電線の後ろをですね、右から左へですね、流れる時速をですね、発生する電流はどういう電流か言ったらこうですね、こういう電流ですよね、こういう電流が流れると、こうなりますよね、はい、さあそれでですね、次3番目ですね、3番目にですね、この2つの条件をですね、ちょっと考えて一緒にですね考えてみます。そうするとですね、まず電線がこうありましてね、それからですね、これですね、電流が流れたと、こうね、電流が流れたと、そうすると、電線の後ろですね、電線の、後ろはですね、どういうことになるか言ったらですね、こうですね、こうなりますから後ろはですね、こうなります、こうね、電流は、こうなりますよね、これね、それで、これを打ち消す方向ですね、打ち消す方向の、こういう電流が流れますよということですね。そうするとこれによって流れる電流はどういう電流かというと、こうですよね、これ、I' にしましょうかね。で、こっち、電源からのですね、電力を I にしますとね。コイルにですね、電流が流れることによって、それによって磁力線ができると。その磁力線を打ち消すような方向の、また磁力線ができるような電流が流れます。ということは、バッティングするわけですね。電源に対して、電源からの電流に対してですね、電線の中に出た電流のはですね、バッティングするということなんで、結局これはですね、逆流するんで、抵抗になります。抵抗言ったらおかしいけど、電流のですね、阻止分になりますよね、これ。阻止成分になります。ね。で、したがってですね、これはですね、XL は、オメガ L ですね。で、これは 2πfL とこうなるんですね。ということは、これ周波数がですね、
高ければ高いほど、このですね、これも誘導性のリアクタンスっていうんですけどね、誘導性のリアクタンス、これ大きくなりますよね。それから L ですね、どういうことか言ったら、まあこれあのインダクタンスって言うんですけどね、要はあの巻き数のですね密度ですよね。巻き数の密度ですわ、これ。ということは狭いところにですねいっぱいギューッとあのコイルを巻くとですね、これ大きくなるわけですね。まあ、強い磁石を作ればですね、このいわゆる逆のですね、起電力が大きくなるよと、こういうことですよね。だから周波数とその巻き数の密度にですね比例してリアクタンスは大きくなりますよと、こういうことになるわけですね。それから次がですね、3番目ですね。3番目の、コンデンサーの話なんですけどね、コンデンサーの話、こうちょっと、書くところになったんですみません。こう言ってですね、ここにチャージです。コンデンサーこう書きます。ね。で、これプラスマイナスですね。そうすると、コンデンサーにはこうなりますよね。こちらがプラスでマイナスで。で、電池をつないだ瞬間だけはですね、ピッと電流流れるわけです。しかしもう、ここが満タンになりますんでね。コンデンサーはもう、いわゆる電荷が溜まってしまいますと、もう流れなくなるんですね。で、次にですね、これをこう逆ですね。こう逆につないだらですね、どうなるか言うたらですね、こっちがマイナスになって、こっちがプラスですね。その逆につないだ瞬間はですね、電気が流れますけど、あとも、もうコイル、あれですね、いわゆる電気のこれコップみたいなものですね。電池と同じようなものですから、電気がいっぱい溜まりましても流れないということで、直流はですね、コンデンサーはですね、直流は流さないと。こういうことになりますね。それでじゃあこれを自動的にやるのはどうするか言ったらですね、結局こう交流すればいいです。交流にしてですね、こうコンデンサーをしておくと、コンデンサーにしておくとですね、そうするとこう自動的にこうトットトットなるわけですから、いくらでも流れるわけですね。そうなるとですね、結局その、電流のですね流れやすさですね、電流の、流れやすさというのはどうなる、どうなるか言ったらですね、これはまあまあシーメンスにしますとね、オメガ C ですよね、2πfC になりますからね。この F は周波数ですね。それ周波数が高ければこれが行ったり来たりがですね非常に頻繁になりますから、たくさん電流流れるわけですね。それから次 C ですね、ここですね。これもですね、 C が大きければ、静電容量が大きければですね、まあ言うなればあの大きなコップになりますから、大きなコップをこうひっくり返してわけますから、これも、電流がたくさん流れるよということなんですね。で、これではですね、この電流の流れやすさなもんですから、これをですねこうするわけです。逆数にするわけです。電流の流れやすさの逆数は電流の流れにくさになりますよね。そうでしょう。例えば、入学試験の倍率が20倍やったというのがですね、これをですね、入りやすさはですね、ね、入り、まあ、こういうことになりますよね。逆数になりますね。逆数にするとその反対の意味になりますんでね。だから、このオメガ C いうのはですね、本来は、だから電流の流れやすさなんですね。それを、逆数にして、流れにくさですね。で、これを結局、容量性の、リアクタンですね。こういうふうに表すんですね。コンデンサーのはいわゆる中身は、電流の流れやすさですね。それを逆数にしたもんやということですね。で、したがって、インピーダンスというのはですね、抵抗とそれから、コイルの誘導性のリアクタンス、それから、
コンデンサーの容量性のリアクタンスのベクトルはと、こういうふうなものをですね、足すことによって、表すことができると。これがインピーダンスになります。